プロメテウスは土星の第16衛星である。羊海衛星の一つであり、土星の艦の一つである F 艦の形成、維持に関与している。プロメテウスは1980年10月中旬に、ボイジャー1号が撮影した写真の中から、ブラッドフォード・エースミスが率いるボイジャーの撮像チームによって発見され、S1980S27 という仮符号が、 与えられた。この際にはパンドラも発見されている。その後1986年1月3日に、ギリシア神話の巨人族で人類に火をもたらして、罰を受けるプロメテウスにちなんで命名され、サターンズビーという確定番号が与えられた。プロメテウスは非常に細長い形状をしており、三軸形はおよそ 1367959km である。表面には、 オネや谷、複数個の直径 20km ほどの衝突クレーターが見られるが、近くを公転するパンドラ、エピメテウス、ヤヌスと比べるとクレーターの数は少ない。密度が非常に低く、アルベドは比較的高いことから、プロメテウスは非常に多高質な氷でできた天体だと考えられている。しかしこれらの値には不定性が多い。プロメテウスは 土星の細い土星の管、F 管内縁の羊海衛星である。パンドラは F 管のすぐ外側を交点しており、パンドラも F 管の形成に関わっていると考えられてきた。しかし近年の研究では F 管の形成に寄与しているのはプロメテウスのみであることが示唆されている。土星探査機カッシーニによって、プロメテウスの重力は F 管中にねじれ構造と、 コブ状の構造を生成していることが判明した。プロメテウスの軌道はパンドラとの4種類の121、118平均運動共鳴の影響でカオス的であると考えられる。プロメテウスとパンドラの軌道の最もわかりやすい変化はパンドラの近点がプロメテウスの延点と位置直線上に並ぶおよそ6.2年ごとに発生する。この時、 両者はおよそ1 4 0 0トル以内の距離に接近する。また、プロメテウス自身はアトラスの軌道に大きな上覧をもたらしており、両者は平均経度が53、54の共鳴を起こしている。メディアを再生するプロメテウスと土星のエフリングが衝突する様子、ありがとうございます。